あんまりいいのないんだよ。どうすかっけ。今ちょうど遊戯王カードを最近買ってて、なんか可愛いやつ見つけたんで、そいつをちょっとサンプリングして、こんなドローイング描いてみて、でこれをここに描いていきます。背景はなんか、まあ、なんとなくその自分のイメージに近いのがあったんで、まあ、このまんまは描いてないんですけど、まあ、色味とかちょっとこう多分昔の写真なんで、このちょっとノスタルジックな雰囲気が色味的にいいなと思って、輪郭まで塗りつぶしてて、でなんとなく当たりっていうか位置感考えて、あんまりうまくつかない、汚いし、やっぱそのグラデーションが作りやすいんで、その暗いとこと明るいところでやっぱ立体感出してくっていう、うん、結構こう自分の思い出として大切なものとしてなんかこう輝いてるっていう、そういうイメージがあって、輝いてるもの好きなんです。できました。デビルマック。